ミュウ粒子とは、素粒子標準模型における、第二世代の家電レプトンである。英語名で、ミュオンと表記することもある。ミュウ粒子は、電気素量に等しい負の電荷と1、2のスピンを持つ。ミュウ粒子の静止質量は105.6メブ、C に、平均寿命は2.20から6秒。ミュウ粒子は、電子、ミュニュートリノ及び、反電子ニュートリノに、 その半粒子である半 μ 粒子は陽電子、半、μ ニュートリノ及び電子ニュートリノに崩壊する。この崩壊過程は、不安定核の β 崩壊と同じく弱い、相互作用によるものであり、崩壊で放出される電子、陽電子は、パリティの非保存により元の μ 粒子が持っていたスピンの向きに対して、空間的に非対称な分布を持って放出される。 同じレプトンとしてはこれよりさらに重いタウ粒子があり、電子と合わせてレプトンの三世代構造として知られている。ミュー粒子は1936年にカール・アンダーソンとセスネ・タ・アマイヤーによって宇宙船の中に観測された。粒子が霧箱の中で描く極秘石から電子と同じ電化だが電子より重い新粒子であると推定された。1937年には 日本の理科学研究所の西名義夫のグループ及び、ストリートとスティーブンソンらが独立に、ウィルソン切り箱実験によって、新粒子の秘跡を捉えた。論文投稿の順番は、ネッターマイヤーとアンダーソンが1937年3月30日、利権組が8月28日、そしてストリートとスティーブンソンが10月6日である。翌年、西名らは、秘跡の曲立から、 ミュー粒子の質量を電子の倍という制度で決定した。これは現在知られているミュー粒子の質量と一致している。発見当初はその質量が湯川秀樹によって提唱された角力を媒介する粒子である中間子と非常に近かったためミュー中間子と呼ばれていた。しかしミュー粒子は角力を媒介しないことがわかり中間子の性質を持たないことが判明した。 九百四十二年、坂田正一、谷川康隆及び井上健は、中間市とミュウリュウシは別種であり、中間市はミュウリュウシより重く、中間市が自然崩壊してミュウリュウシに変化するという二中間施設を提唱した。九百四十七年、セシル・パウエルらにより、パイ中間市が発見されたことで、湯川の中間施設及び二中間施設が正しいことが証明され、 ミュー粒子は電子と類似した性質を持つレプトンの一種として分類された。この時に核力による強い相互作用をしない素粒子としてレプトンという名称と概念が導入された。日本では電力中央研究所施設内に地球に飛来するミュー粒子の観測施設ニューカットラボが開設された。ニューオンはイオンビームとして世界に数カ所ある中間子工場と 呼ばれる用紙加速器施設で利用に供されており、素粒子、原子核物理学から、ミュウンスピン回転による、物性物理学、物理科学の研究に至るまで幅広く利用されている。また、ミューオンを用いたミューオン触媒核融合、ミュー捕獲 X 線による、非破解元素分析など、学際的な応用研究も行われている。ミューオンを使った放射線治療も研究されている。 近年では、東京大学地震研究所により、宇宙船由来のミューオンを用いて、火山の内部構造を画像化するミュウオグラフィの研究が進められている。同様の手法で、福島第一原子力発電所の炉心の現状を調査するためにも使用された。また、ギザの大ピラミッドにおける投資調査にも用いられている。ミュオンを用いて、資料を拡大して、細部の構造を可視化する。 極小エネルギー分散の超低速ミューオンを再加速したミューオンマイクロビームは波として振る舞う。それを観察に利用する。日本では1978年に東京大学理学部付属中間歯科学実験施設が発足し、1980年に当時の高エネルギー物理学研究所ブースター、 利用施設の一角に設けられた実験施設で世界初のパルス状、ミューオンビームを発生させることに成功した。これ以降、同施設は国内のミューオン利用研究の中心となるとともに、世界的にもパルス状ミューオン利用の先導役も果たしていたが、2001年から日本原子力研究開発機構と高エネルギー加速器研究機構との協力の下で始まった。 大強度陽子加速器計画による次世代施設の建設が本格化するのに従い、2006年3月をもってその運転を終了している。なお、j パークにおけるミューオン実験施設は2008年度に、竣工翌年度から供用を開始する予定である。ありがとうございます。